選んだ音楽は知る人ぞ知るジャンル。ミュージシャン自らが環境を開拓しなければ淘汰される。亡くなってからも好きでやってるからね。音楽は人にとって本当に価値あるものなのか、長年抱いていた疑問の答えを探すため、あまり知られていないジプシーダズの演奏家の生き様を追った